どうもこんにちは、しゅんじです。今日はね、恐竜が働く車の車両になってるダイナソートラック、こちらをご紹介したいと思います。これ海外のアマゾンさんで購入したんですが、国内でも売ってそうな商品で、なんか見たことないですか、こんな恐竜の頭が、キャビン部分にあるっていうね、こう乗り物。多分ね、似たのは結構あると思います。セット内容がね、後ろに載ってるんですが、多分これフィギュアは全く同じのは入ってないような気がする。で、車は3台入ってるようですね。後ろなんかカゴが乗ってるのと、あと、2台、このダンプトラックのような形の車両が1台となってるようですね。組み立て方が書いてます。組み立て楽しそう。ネジ使って組み立てるようです。うわ、いきなりもう完成してるのがいてるここにいてる。え、組み立てなくていいので、あ、残りも完成してて、でね、車のサイズが意外と大きい。車の後ろ、これカゴではないよね、檻ですね。檻の中に恐竜フィギュアが入ってますね。あと上形パーツも入ってる。まずは下に引いて、遊ぶことができるマップのプレイシート。マップシートをちょっとこうビニールのようなね、素材になってますね。紙ではなくて、はい、恐竜がところどころいてて、かっこいいシートになってますね。あ、これは、ティラノサウルスレックスですかね。あと火山が噴火してます。はい、まあ、こんな感じでですね。で、このシート、縦が約67センチで、横が80センチもあるんで、かなり大きなシートになってて、外に持って行ってこう下に引いてね、こう遊んだりなんかもできそうですね。少しだけ上形パーツ入ってました。こちら卵卵がいっぱいある。あとこの、小さい木ですね。はい、あの上の方は歯がふわーっとこう広がったね、ちょっとこう可愛らしい形の、木がですね、2本入ってました。高さ約5センチほどと、そんなに大きくはないんですが、セットの恐竜フィギュア、そしてアニアのフィギュアとかね、まあ、こんな感じ。ちょっと恐竜の方が大きくなるけど、まあ、こんな感じでセットをして一緒に遊べますね。次はね、6体のこちら恐竜フィギュアを見ていきます。この恐竜フィギュア、特徴的な部分は一応しっかりね、抑えられているんで、なんとなく何の恐竜かは分かると思うんだけど、皆さんこの恐竜何の恐竜か分かりますか？はい、まあくるっと回すとこんな感じで、全長が約8センチで、正面から見るとね、この半分だけ色薄なんか変な感じになってるけど、この恐竜はですね、バキケファロサウルスになります。このね、頭部分、尖ってて、またね、ちょっとつるっとしてんすよね。まあ、この辺のバキケファロサウルスの頭の特徴を、一応しっかりと押さえてはくれてるけど、ちょっと難しいよね。2体目、体なんかすごい太いね。で、足に、胴体部分、ムキムキっとした、なんかすごいパワフルな恐竜に、なってますね。色はね、茶色カラーなんだけど、こっち右半分は、これも半分だけか。なんかね、緑色になってて、なんでこれ右と左で色がなんか少しかかり方違うんだろう。変な塗装ですよね。で、頭が大きいです。まあこれは一番簡単かもしれない。この恐竜はですね、大人気の恐竜、ティラノサウルスレックスになります。これは簡単ですよね。これはね、もっと簡単だった、私が、大好きな恐竜になりますね。もうそれ言ってわかる方もいらっしゃるかもしれないけど、背中に特徴的な穂があります。あ、これは右も左も色あんま変わらない。ちゃんとね、塗装されてるね。で、穂の部分ですね、ここの上の方は黒になってるけど、まあ、柄っていうほど綺麗な塗装にはなってないね。で、首が長くて、で、頭長いんだけど、なんかね、こんな形のベロキラプトルのフィギュア見たことあるけど、ベロキラプトルではないです。この恐竜はですね、肉食恐竜のスピノサウルスになります。ティラノサウルスぐらい頭がなんか大きいですね。
4体目はミニ恐竜フィギュアのセットの中にはね、大体入ってる。この恐竜背中に板がね、こうずらーっとこう生えてる恐竜ですね。体はね緑色で、板の内側がね赤になってて、これはちょっと変わった色ですね。で、頭が小さいです。で、尻尾の先端にはスパイクが、4本ではない2本だけ生えてる。この恐竜はですね、ステゴサウルスになります。ミニフィギュアのセットの中にね、だいたいなんかステゴサウルスって入ってるよね。この恐竜何の恐竜か分かりますでしょうか。僕ね、パッと見た時に初めティラノサウルスかなってね、こう思ったんだけど、よく見ると違うと。はい、もう気づいてる方いるかな。体の色はね、これ緑で、背中の部分は黒となってて、肉食恐竜のね、ちょっとこうやんちゃなカラーになってますよね。で、体が大きいんですよ。高さ約7センチありますからね。で、胴体部分ボテッとしてて、なんかパッと見ちょっとこうティラノサウルスのようななんか形になってません？で、なんかね、前足も短いんですよね。で、頭、はい、これね、大きいじゃないですか。なんとなくなんかティラノサウルスっぽいなって思ったんだけど、後ろ足を見てください。カギ爪がある。これは多分、ベロキラプトルじゃないかな。カギ爪があるから、これはね、ベロキラプトルですね。これすぐに正解した人はすごい、もう恐竜博士ですね。もうさすがって感じです。最後、一番難しいの、僕もこれ何の恐竜かわかりません。体の色は紫色で、背中は緑になってて、めっちゃ不気味な色、体結構大きいですよね。で、まあ僕が出した答えはイグアノドンじゃないかなと。頭の形とか、まあ体、この真ん中ちょっとこう膨らんでる感じなんかも、なんかね、イグアノドンのような、そんな気がするんですが、皆さん、どうでしょう。恐竜に詳しい方よかったら教えてください。こちらトラックのキャビン部分が恐竜の頭になってるっていう、ちょっとふざけた形の、車ですね、の方を見ていきます。まずね、大きさ、こちらトミカアート飛行センターのトラックをちょっとこうね、はい、横に並べるとですね、まあ、これぐらいのサイズと、トミカより少し大きいぐらいのサイズの車なのかなって思ってたけどね、これは違いました。大きい。車ね、2タイプあるんですが、まずはダンプトラックの方から見ていきます。どちらも、サイズはね、変わらない。全長約17センチとなってて、大きい。手に持ちやすい大きさになってて、で、あ、フリクションタイプこれ。下に置いてね、こうやって、勢いつけて離すと、走るようになってるようです。いや、これは楽しめる。この車に使われてる恐竜は、もうこれは簡単ですね。大きなフリルがあって、頭には3本の角があります。はい、角竜のトリケラトプスですね。くちばしを開けて吠えてる形になってますね。で、恐竜の頭が全てキャビンになってるわけじゃなくて、しっかりとこの車の部分もね、残ってると。ヘッドライトがあって、あとバンパーもありますね。で、なんと横にはトリケラトプスの前足があると。これドアどこ？ドアがない。はい、で、さっきやりましたこれね、走らせることができるようになっててですね、あ、横には燃料タンクもあるね、細かい。で、後ろの荷台部分、ここに荷物を乗せることができるようになってて、恐竜フィギュア後ろにこうやってね、乗せて運んで遊ぶことができるようになってますね。3体もね、乗るから、いろんなの乗せれますよ。かなり大きいですね、これ。後ろの荷台はですね、傾くようになってて、おー、後ろのパネルも開くようになってるんだ。ほんとしっかりとこうダンプトラックの機能がね、備わってるっていう、素敵すぎますね、これ。この車完成した状態で入ってたんだけど、ネジがあって組み立てタイプになってるんですよね。こう下の方も、はい、ここにね、ネジがあって、専用の工具が入ってます。ハンドツール、この先端ね、こう付け替えができるようになってて、まあプラスマイナス、あと六角があって、プラスにします。ネジの部分、まあここ硬い、めっちゃ締めてる。
はい、回してですね、まあ、これで分解してまたこう組み上げて楽しむことができるようになってるようで、どれぐらいばらせるのかっていうのがね気になるんで、ちょっと1台だけやってみますね。後ろ外れるようになってる。めちゃめちゃ簡単で、頭ここ外したけど、え、割れない。タイヤホイールをね外します。外せました。タイヤ外せたけど、え、残りどうやるんだこれ。あ、もうそのまま上に持ち上げるのかな。あ、外れました。上にこうもう引っこ抜くだけなんだ。頭横のネジも外したんで、多分これも、はい、バラせるようになってると。バラした車のパーツがこちらで、なんとネジは3本しか使われてないから、もう組み立て、バラすのめちゃめちゃ簡単ですね。車バラしたことによって、このシャーシにねついてるこのフリクション装置、これが見えるようになってると、なかなかこれ見ることできないからね、結構貴重ですよね。中にギアがいっぱいあります。バラした車元の状態に戻したいと思います。まずは簡単なところからね行きますね、頭、はい、はめてですね、ネジをセットして回します。トラックのキャビン下、あ、すごい、これ恐竜の頭の下の部分、鱗状のボディになってる。細かい。で、この上にトリケラトプスの頭を差し込んで、で、ネジですね、後ろの荷台を乗せて、はい、ネジを回します。あとはタイヤをセットして元の車に戻せました。簡単で楽しい。残りの2台は後ろに檻がセットされたトラックになってて、車のサイズはダンプトラックと同じ大きさですね。で、後ろのこの、2台部分がですね、檻が乗ってるっていう、かっこいいですね。で、この上開くようになってて、ここから恐竜フィギュア、まあ他になんか小さいもんとかね乗せることができるようになってます。恐竜フィギュアはね、ミニフィギュアと同じかちょっと大きいぐらいなんで、マテルジュラシックワールドのミニフィギュア乗せて遊ぶこともできますね。これバラすとき、ここ内側にねネジがあるんで、ここ、回すとこう外れるようになってるようです。で、上閉じて、あと、あ、ちょっと待って、これ後ろも開くのかな。なんかね、開きそう。これ全部パカってなるタイプじゃないの。あ、違うか。壊れそう。やめとこう。全部開くタイプかなって思ったけど、いや、ちょっと開きませんね。怖い。なんか、もしかしたらできるかもしんないけど、なんかね、壊れそうなんだよな、これ。あ、違う。こっちだ。あ、怖い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 。やめときます。怖いな。壊れちゃう。はい、で、くるっと回すと、まあ、この車もフリクション走行して遊ぶことができるようになってますね。はい、で、後ろテールね、形はあるんだけど、ペイントとかはされてなくてですね。そしてトラックのキャビン、この恐竜は、うん、なんだろうこれ、なんかね、まぶたのところを膨らんでるんですよ、2箇所。あれかな、あの肉食恐竜のカルノタウルスじゃない、多分そうじゃないの。微妙だけどね、もしかしたらなんかベロキラプトルとか、もしかしたらティラノサウルスありえるからね、ちょっとわかんないけど、多分カルノタウルスっぽいですよね、このニョキニョキっとこう伸びた頭。なんかね見たんだよな、どっかで、これこの形どっかで見たんだよな。もう一体の檻が乗ったトラック、はい、まあこちらとなってて、後ろのこの檻の色はさっきの恐竜と同じですね。で、くるっと回して、これもフリクション走行できるようになっててですね、このトラックにセットされた恐竜、これはめちゃめちゃ簡単。なんか変な形になってるけど、わかりやすい。頭上にトサカが2枚ありますね。そして小さい、めちゃめちゃ小さいんだけど襟巻きがある。この恐竜は
ディロフォサウルスですね。いやーこれ簡単なんだけど、なんだこの頭、なんかすっごい膨れてない恐竜フィギュアね、6体これね入ってたから、それぞれの車にこうやって2体ねフィギュアをセットしたら、ダンプカー屋根ないからもう余裕で高さのある恐竜もセットできていいね。こちらトラックのキャビンがなんと恐竜の頭になってるっていう面白いダイナソトラックをご紹介したんですが、サイズが大きいからね手に持ちやすくて遊びやすいです。あと、飾ってもね形結構いいんで可愛いんでね、恐竜好きの方でしたらこう喜んでもらえるような、商品になってましたね。後ろにねやっぱこう恐竜フィギュア乗せれるっていうのがいいね。またちょっと変わった恐竜商品ね探してご紹介しますんで、楽しみに待っててください。最後まで見てくださりありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。